そういうふうに連携することってできるんだっていうと、急にパッパッパッってこうなんか脳の海馬がつながるみたいにピカン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 って光るような、そういう感覚があったんで、あ、もう毎回楽しみに来てました。それで、はい、最初創業スクールに来るっていう時のイメージとしては、すごくその数字のこととか、会社を設立するための資金とか、株式会社が1年間に何社できて、でも3年後には何社に減ってるとかっていう、そういうことがすごく多かったんですね。でもここに来た時に、最初に創業して仕事をするっていうことは、人の困りごとを解決してあげることですよっていうところからの入りだったので、僕自身が少しちょっとボランティアベースな事業を事業化したいものですから、そういうところからお話ができるっていうのが一番、ここのまずスクールの第一回目の時に、あ、こういうスクールでよかったみたいなことを感じました。そういう創業スクールでこうついてこられてる他の受講生の方も、やっぱりどっかそういうマインドを持ってる方が多いので、何か一緒にやりませんかってお声掛けをさせてもらった時も、すごくその参加してくれる方がいたりとかして嬉しかったですね。やっぱり自分たちがこう思ってたことを、例えばいろんな先輩方が来てくれてこうスピーカーしてくれた時は、もっと綺麗事かなと思ったら、すごくこういうところでお金が困ってたりとか、こういう最初はうまくいかなかったとかっていう話を赤裸々に皆さんしてくださったんで、あれはすごいなんか逆の自信というか安心というか、あ、皆さんいきなりこうきらびやかなスタートじゃなかったんだなって感じれたことが良かったですね。やっぱり皆さん創業したいなって思って、何か自分でお家で作られてる方とか、あとは今別の仕事をしてるけどこういうの始めてみようかなっていう方って、みんな一人親方が多いなと思って、僕自身もイベントをいろいろ作ってるけど、それって大きなイベントに見えても実際は本当に超少ない、もう家族だけで作ってるイベントが多いので、それぞれこうお部屋の中で一人で考えてたのが、あ、そういう人ってたくさんいて、そういうふうに連携することってできるんだっていうと、急にパッパッパッってこうなんか脳の海馬がつながるみたいに、ピカン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 って光るような、そういう感覚があったんで、あ、もう毎回楽しみに来てました。それで、はい。